昨日正午前、白山市の宍喰高原で80歳の男性がパラグライダーで墜落しましたと関係者から消防に通報がありました。警察や消防によりますと、墜落したのは金沢市に住む80歳男性で、別のパラグライダーと上空で接触したとみられ、パラシュートが体に絡んだ状態で発見され病院に搬送されましたが、腰の骨を折るなどの大怪我をしました。ベテランでお上手な方ですよ、二人も、はい、特に練習生も飛べるような穏やかな気象で、それほど気象に問題がなかったと見てます。接触した二人はそれぞれ個別に飛行していて、パラグライダーのライセンスを持っていたということです。警察は詳しい事故の原因を調べています。